お邪魔するわよ。そろそろシーツを洗濯しようと思ってお部屋を回ってるの。だからそんな風にお布団にくるまってると困るのよ。はいはい、もうお日様も出てるんだからどいてちょうだい。もう全然出てきてくれないじゃない。すごく眠たそうな顔して。もしかして昨日お仕事大変だったの？そう。だったらもう少し休んでいた方がいいかもしれないわね。私も休んだ方がいい？確かにちょっと早起きだったから今眠たくって。君を見てるとあくび出てきちゃった。私も寝ちゃおうかな、君の隣で。いいの？冗談だったのに。だったら隣にお邪魔しちゃおうっと。もうちょっと横に詰めてもらっちゃっていいかしら？ありがとう。横になるとますます眠たくなってきたわ。ほら、もうまぶたが重いもの。岸君の言う通り、私疲れてたのね。こんなにすぐ眠たくなるなんて。早めにしてね。
ベルゼブブと寝ましょうの番組でした。おやすみなさい。